シアターホームランは埼玉県川越市に所在していた映画館。桜井工業が経営していた昭和25年川越ホームラン劇場として開場。当時は小畜の2番館だったが、その後東映の直映館となり川越東映劇場となった。しかし地元の人々にはホームラン劇場の名称で親しまれていた。感銘のホームランは 野球のホームランのように一発大当たりを出せる劇場にしたいという思いから来ている。昭和63年、改築資源管名に解消。サンスクリーンに増設した。改装後は、投影作品のみならず、東方や小畜の方が、洋画も多く上映した。末期になり、富士見野市、鶴ヶ島市などの近隣都市にシネマコンプレックスが多数。 開業したことから入場者数が激減したため、平成18年2月19日をもって閉館し、ホームラン劇場時代から数えて56年の歴史に幕を下ろした。この劇場の閉館により、川越市内の既存の映画館は川越スカラザのみとなった。閉館後の建物は改装した後、隣接する川越三井病院の別館となった。 本劇場閉館から2年9ヶ月後の平成20年11月29日にオープンしたシネコンユナイテッドシネマウニクス南古屋には56年間の歴史を綴ったメモリアルプレートがロビー内に展示され不定期でスクリーンの名称をホームランとして名作映画の上映会を行っている。ありがとうございます。